こんにちは。こんにちは。さあ、はい、もうねこのシーズンになると、はい、どの選手がタイトルを取るかっていうね、そういったあの各チームのファンの方々も面白い見方をしてくると思うんですが、はい、今回は打者編、セリーグの打者です、はい、いやセリーグ のバッター編、うん、あバッター編じゃないピッチャー編、うん、面白いことになってますよって言ってましたけど、実は野手打者もいや面白いことになってるんですよ。いや毎年面白いよ。まあそうなんですけどね。で何かまずでも今年のさ、はい、争いって、はい、これからプロ野球を背負っていくであろうという人間たちが、はい、だからしのぎを削ってるじゃない。あそうなんですよ。だから面白いと思う。だからほらちょっと一昔前だとベテランとか中堅とかだったのが本当若手ってなってきてますよね。で特にあのセリーグはやっぱりね、うん、今回消化ゲームになってしまっても単独のね、まあ、そうだな巨人の優勝っていう形なので余計にその各選手のタイトル争いが面白くなってくると思うんですが、はい、まず打率、はい、これね上位3名全部 DeNA なんですよ。すごい豊さん。いや俺がすごいわけじゃない、まあ、いやいや OB として、あ OB としてね、まあ、佐野選手、梶谷選手、宮崎選手で、はい、3割3分3厘、3割1分7厘、3割1分6厘と占めてますよ、DeNA が。でもなぜあの位置にいるっていう感じなんですけれども。まあそうだよな。本当です。足が遅いからな。まあ梶谷には早いけどさ。まあそうですね。まあまあ、率から言うと、やっぱ佐野が有利だよね。はい、で、なぜ有利かというと、はい、梶谷はさ、タイプ的にフォアボールが取れない。はい、だから打ったり打たなかったりすると、率がそんなに上がっていかないタイプなんだよね。安定はしてるけど今年、はい、だからギューンと上げる力がもうそこまでないかなっていうのと、うんはい、宮崎はやっぱちょっと離れすぎてる。まあ梶谷もそうだけど佐野から、うんうん、あちょっとこの率的にもってことですか。そうで佐野がやっぱあれだけ安定して打ってくると、はい、やっぱ勝負を勝負どころで避けるよね。避けられる。そうなってくるとフォアボールも増えてきて、はい、まあ、5番バッターがいろいろ変わるけど、はい、まあ、宮崎だったりだとか、うん、そういうところに負担がかかってくるということを考えると、はい、まあ、佐野が首位打者を取りそうだよね。あじゃあこれ、まあ、10月15日ですけれどもシーズン終わって最終的にやっぱ佐野選手がこの位置にそのままいきそう、うん、だから宮崎は経験者だから、はい、そういうノウハウは割と体に染み込んでると思うんだけど、はい、ちょっと離れすぎかな。そういうことなんですね、この率から言うと、うん、で、佐野もどちらかというと仕掛けていくタイプなんだよね、はい、で、仕掛けるって分かる。その、首位打者を取りたいから、うん、なんかフォアボールが取りたいとかさ、そういうタイプでもないわけよ、うんうん、やっぱ自分から仕掛けていくからさ、はい、やっぱ打ったら上がるし、はい、そういうバッターじゃないと、やっぱ首位打者と取れないんだよ。あ、はい、いや、なかなかね、こう仕掛けが遅かったりだとかさ、出塁率を考えたりとか、うん、いろいろするバッターってなかなか首位打者に手が届かない人が多いんだよね。そうなんですね。やっぱ仕掛けるところは仕掛けないとさ、うん、でも佐野は仕掛けられてるから、はい、まあ、これから仕掛けられなくなるかも分かんないよ。あ、まあそうですね。やっぱタイトルが目の前にちらついてるわけだから、はい、だからこれから仕掛けられるか仕掛けられないか、うん、これが勝負だ、うん、で仕掛けが一番うまいのは梶谷。おー、何でもかんでも仕掛けにかかるから。だからハマったら可能性はある。あ、梶谷選手はそれがハマったらガチンとガチッてハマったら爆発力がある。ここ順位変わるってことですよね。そうただ宮崎はちょっと今年の状態から考えると、うん、あんまり爆発力が出てこないよね多分。安定はしてるけどね。ってなってくるとやっぱり佐野選手が取るのが一番こうなんかね、今の、ね、発言から言って無難になるのかなまあまあそういうこと、ね、ことですもんね。さあ続いてホームラン王です。ホームラン王ね、はい、今は、阪神の大山選手が26本、はい、で岡本和真選手と丸選手が25本と22本で継いでいるっていう形なんですけど、丸も捨てがたいけどね。いや、ここそう来たんですよ、この後半から。だから技術から言ったら丸だよね。はい、丸がなんか追いつきそうな感じもするけど、はい、俺は大山と、うん、岡本和真が並んで取るような気がする、はい、何本ぐらいで並んで最終的になりそうですかね。32、3じゃないかな。32、3。おー、だから残り7本とか6本7本ぐらいあと打ってタイトル分け合う。私は大山選手かなって呼んでて、まあまあ
なかなか阪神で日本人の選手のホームラン王が出てないっていうのもあるって、あとチーム一丸となってファン一丸となってっていうのと、巨人って例えばもう結構大量得点できたなと思ったら下げて若手とかをこう送ったりするじゃないですか。で、例えば丸選手を例えば下げて若手を途中から出すとか。いやいや、タイトルに手が届こうとしてる選手は下げない。しないですか。あ、まあまあ、そうかそうか。それはね、そうなんだ、聞くよ、変わるかって。あ、いや、変わりませんって言ったら、じゃあそのまま行けって言うし。そっか、じゃあ丸選手、まあ、そういう話し合いはするからさ、タイトルに対して。じゃあ丸選手はこっから勢いつけてそのまま行く可能性もある、逆転である。ある。あ、だそうなってくると、だから大山選手、でもね、大山はね、気象条件にもよるんだよね、甲子園が本拠地だから。ちょっと例えば雨だったりとか、うん、だから浜風じゃなくて逆風だとさ、結構厳しくなるよね。でも岡本は、まあ、そういう気象条件にあまりはまらない、東京ドームでしょ。だからそういう意味では俺はなんか並ぶような気がする、岡本選手と大山選手、まあ、岡本選手、丸選手、巨人がどういうあと、ね、使い方をしていくのかっていうのもありますし ね、まあ、そうだね。でも俺は岡本が並ぶとは言っても、うん、岡本の方が可能性があるような気はするけどね。なるほど、そっか、さあ、そして打点ですけれども、はい、打点は岡本和真選手の76打点、はい、で、次いで、ビシエド選手の72、そして村上、ヤクルトの村上選手の70、大山選手の70と、うん、ここはどうでしょう。俺は岡本和真って最初もう開幕の当初から言ってる。打点は取る。あ、そうだったんですね。ああ、でその条件の一つとして、はい、坂丸が岡本の前に打ってるから、うんうんうん、この2人の出塁率を考えた時に、はい、打点王が取れないなんて思わないわけ。でも今バラしちゃったでしょ。そうですね、バラしてます、ね、バラしてるでしょ、うん、だからここら辺がちょっと怪しいんだけど、うん、でも松原も成長してきた、うん、吉川も成長して、はい、この2人に共通していることは足が速いということ、うんうんうん、で坂本も調子が上がってきて、そうなってくると俺はなんか岡本が取りそうな気はするんだよね。ただ坂本勇人を休ませると、はい、日本シリーズのために万全にするためにって言ってくると、うん、またちょっと様相が変わってくるよね。そっか、うん、誰をじゃあ3番に、まあ、丸選手とかですか。いや、丸を上げてもいいよね、うん、だから打順が早く回るように、はい、ホームランを争うためにね、はいはいはい、それでもいいし。じゃあ例えば そうなってくるとまたね、この岡本選手のこの76打点とか打点王っていうのがどういうふうに変化していくのかっていうのも変わってきますもんね、うん、ただね、やっぱり優勝するチームもう一桁になったらね、チームが一丸となるんだよね、はい、そうなってくるとやっぱこうみんなでわっしょいわっしょい野球になってくるから、うん、集中して勢いが出てくるから、はい、そこでやっぱり岡本が勢いに乗れれば、うん、チームと一緒にね、はい、乗れれば岡本がホームランをも打点をも取っていくような気がする。他ありますか、特にこうあとは選手的にはあんまり。いや、まあ盗塁は、盗塁はこれです。23、近本。はい、まあ盗塁23、近本だな、ね、まあ、近本が取るね、今年もね。今年もそうです ね、うん、そうね、去年近本は春先のことを考えたらさ、うん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 、よくここまで持ってきたよね、数字をね。そうですね、他気になるのは特にはまあない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 ってなりましたけれども、まあでも出塁率、村上が4割2分2厘、はい、現時点ですごいですよ ね、うん、ね、まあおそらくトップだと思うんだけど、はい、この数字は立派だなと思うよね。すごいですよね、うん、ヤクルトの、まあ、順位がね、今あそこにいますけど、順位もそうだし、今年がまあ実質的には、うん、去年は我慢してくれて、はい、今年どうかって言った時に、うん、やっぱりこういう数字を、しっかりした数字を残してくれるっていうのは、はい、素晴らしいと思うしね、なんかのタイトルにこう手が届くといいなっていうふうに。そうなんですよ、だからホームラン王も打点王のところにも4位とか3位にはつけてるんですよ、うんうん、まあ、顔出してるでしょ。そうなんですよ、村上選手、でもキャリアがちょっとずつ違うよね、やっぱ村上は。確かに、だからもう来年はもう上位3人には必ず顔出してくる、村上が、はい、もう常連になってきますので、ここからは、うん、はい、ね、というわけで、はい、今回はセ・リーグの、打者のちょっと個人成績を取り上げてみました。はい。